皆さんこんにちは、 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はアコースティックギターソロ弾き方解説、曲は悲しくてやりきれない、これをお送りしたいと思います。はい、今回解説に使用しますギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10、トップスプルースのタイプで、ピックガードこれ貼り付けるといい感じですよね。色合いもすごくいい、このギターを使って解説したいと思います。まずは模範演奏の方から見ていただきたいと思います。こんな感じの仕上がりになってます。どうぞ。聞いていただきました。悲しくてやりきれないです。ギターソロの場合、弦が6本ありますから 1,2,3 弦あたりでメロディーとハーモニー、演奏するんですね。これは人差し指と中指を通常使います。薬指使う方もいるんですが、 BJ は3本使う3フィンガースタイルですね。メロディーとハーモニーは人差し指中指を使って弾きます。それからベースの方、だいたい 6,5,4 弦使う時もあるんですが、親指でベース音を担当します。で、この悲しくてやりきれないはベース音が2分音符で、進行します。最初のところはこうこうで、次がこうこうという風な感じで、2分音符で進行していくんですね。2分音符っていうのは1小節に2つずつ入ってる感じですよね。で、譜面上を見ていただきますと、メロディーは棒と、それから旗、こちらが上向きについてありまして、でベース音は下向きについてます。で、両方がこうついてるやつはベースの方は基本的に単音で弾きますから、一番下の低い方の音の弦ですね、これがベース音になってます。それ以外はハーモニーということですね。それでは実際手元のアップを見ていただきながら弾き方の解説をお送りします。はい、運指はですね、運指っていうのは運ぶ指と書くんですが、指の動かし方ですね、こちらで見ていただいて、で、ピッキング、はい、ピッキングっていうのは弦を弾くことですね。はい、弦を弾くのは、こちらの手の方を見ていただいて、どの指使ってるのかなというところで、参考にしてください。で、BJ は、中指が利き指ですので、どちらかというと人差し指よりも中指の方がよく使ったりします。こういうギターソロの場合は2本同時に弾くとき、1弦と2弦例えば弾くときですね、1弦が中指で2弦が人差し指という風にピッキングします。これ逆にすると弾きづらいですよね。はい、こういう風に指の並び通りに弦を弾いていく場合が多いですね。はい、では行きますよ。一番最初3弦の開放をこうやって弾きます。先ほど言いました、 BJ は利き指が中指ですので中指から弾くことが多いんですが、利き指、人差し指の方がこれ都合いいわ、弾きやすいわって方は人差し指からここを弾いていただいてもいいんですよ。どちらからでも OK ですからね。はい、で次は F のコードのところですね。はい、この正派の F というコードもあるんですが、ここの部分はこうやって押さえていただくといいです。どうなってるかというと、2弦1フレット人差し指、3弦2フレットが中指、4弦の3フレットが小指です。っていうのは5弦の3フレットも押さえたいので、ここ5弦の3フレットが薬指っていう風になりますね。こうやってこうやると押さえづらいので、ここは指を逆にした方が押さえやすいですね。はい、でこの時に2弦と3弦がメロディー、はい、これ中指が2弦で人差し指が3弦ですね。で親指で4弦を弾く、こういう感じですね。でこの音
次が5弦の3フレットの音を弾くんですが、この5弦の3フレット弾いたら離したらいいっていうふうに譜面上では読み取れるんですが、通常はですよ、はい、このソロの場合はできるだけコードが変わるまでは音を伸ばした方が綺麗につながっていくんですね。だからこれ前半の部分のこれは次の音を弾いても残しといていただくといいです。これ残さないで弾くとなんかちょっとこう切れた感じになりますよね。はい、じゃあ切れないように最初からこうタイで繋いどけばいいんじゃないのと思うんですが、これタイで繋いでしまうと譜面が非常に見づらくなりますので、この辺は譜面には表記しないんですが、ソロの場合はですよ、コードが変わるまで繋がってるものだと頭の中で考えていただいて弾いてもらうのがいいと思います。はい、次は、薬指で6弦の3ですね。でこの辺の音も残しつつこうやって弾いてもらうといいです。で次は C のコードを押さえて小指で1弦の3、はい、こういう感じしていきます。はい、次です。でこの後小指で1弦の4フレットから5フレットにスライド、こうですね。で人差し指で3、はい、今のところは2弦3弦の音を伸ばしときたいんですが、スライドで5フレットに行ったら届かないですよね。届かないためにこういう処理をしてます。何が何でも小節が変わるまで音を伸ばさないといけないというわけではないです。こういう届かないところは、届かないなりの、弾き方がありますので、そういう風にしてください。はい、次いきますよ。はい、これですね。はい、次いきます。これも先ほどと同じです。そうですね。はい、この後サビの部分です。3フレット人差し指で制覇をいたしまして、2弦の5フレット薬指、3弦の5フレットが中指です。こういう感じですね。で小指で1弦の5で、次でスッと制覇で8フレットまで行ってください。こうですね。で制覇を離して中指で、こうなった時にはもうこっち側に手を、3フレット側に持ってきておいて、小指と薬指、こうですね。そしたらまた戻ります。こうですね。でこの後人差し指と中指で5-5ですね。で小指で8、ここ制覇で言っていただいてもいいです。はい、どちらでも弾きやすい方でやってください。でここの後にこっちに戻って、ちょっとこの辺リッとして、はい、こういう感じで終わります。はい、悲しくてやりきれないギターソロをお送りいたしました。弾き方としましては、先ほど言ったみたいに音をとにかく切らないように伸ばす、できるだけで結構ですから伸ばすというところですね。でこういう練習するときはメトロノームに合わせて、そのカチッカチッっていう音に合わせて弾いていただくといいですよ。最初から合わせると弾きづらいですので、ある程度弾けるようになったらメトロノームに合わせてください。これメトロノームに合わせないと自分流のリズムになって、弾けるところはテンポよくで、弾けないところは必ず止まるとか遅くなったりっていう風な癖がついてしまいますので、これメトロノームと合わせることって非常に大事なんですね。はい、ぜひ、上手くなりたい方はメトロノームに合わせて練習していただくといいと思います。メトロノームはあのスイッチを押すだけで、あとは文句も言わず練習に付き合ってくれる相棒だと思います。ぜひぜひ、活用して練習してください。ということで今回の悲しくてやりきれないギターソロ解説に使用しましたギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10、トップがスプルースで、サイドバックがマホガニー、
で、ここの別甲柄のこのバインディングもいいですよね。で、ミニギターというふうに名前はついてますが、十分あの音量もありますので、ライブなんかでも使っていただけると思います。しかもフルサイズよりも若干小さいですので、持ち運びはいいですよね。で、音もしっかり低音も出るんですよね。まあ、エリート2に比べると、エリート2はボディ大きいですから、低音がより鮮明に出るんですけども、このギターは若干控えめな低音で、こう引き締まった中域と相まって、フィンガーピッキングなんかにも向いてると思います。もちろんストロークでジャカジャカ弾くのにもいいですよ。おすすめです。このギターの詳細につきましては、動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、価格やその豊富なおまけなどはそちらでチェックしてください。ということで、 BJ のアコースティックギター講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。